今日はこちらというとなんかすごく新しい、はい、なんか DVD の発売みたいに見えますけども、はい、実は昨年のですねこれ12月号、まあ、12月号はだいたい10月ぐらい発売されますものですからですね、はい、その時のレブスピードに、付録で入っております DVD になります、はい、まあ、これをご覧にいただいている方はですね、あ、これはっていうところでおそらく分かる方もいらっしゃるかと思いますけども、うちのデモカーのですね、タミスケが収録されている、あれは12月号はおそらく、木下選手がですね、オートポリスでうちのデモカーに乗っていただきまして、そしてその動画が、こちらに採用されているわけなんですけども、同じ昨年ですね9月にも、はい、ちょっとすいません今ちょっと探したんですけど、ちょっと目の前に見当たらなくて、実はこれあのパッケージはちょっと違います。8月号になってますけど、この次の号ですね、はい、9月号にもうちのですねタミスケデモカーが採用されておりましてですね、その時の、ドライバーがですね、大井隆選手が乗っていただいた、インプレッション動画がですね収録されておりますというところで、はい、皆さんもどういったデモカーだろうと気にされてある方もですね、そうですね、結構多いんじゃないかなと、もう口が酸っぱくなるみたいな、はい、この DVD の話をいつもしておりますけれどもでなんとかねその車を皆様にお届けしたいなと、そうですね、いうところの企画は前からあったんですけど、はい、うん、じゃあ吉田君の方から今回、はい、なんと特別仕様の、まあ、まさに夢のデモカー仕様の特別のパッケージをですねご準備いたしましたので、そのご紹介を本日はさせていただきたいと思いますけども、題して名前が旅スペシャルということになっております。旅スペシャルっていうのはもうどこから名前を、そりゃ旅スケですね、旅スペシャルスペシャルと旅スペシャルになっておりますので、本日はその驚きの仕様をちょっとモニターを使いながらですね、はい、ですね、はいはい、DVD もこれぐらいでちょっと宣伝は終わりまして、デモカーにはさまざまなパーツが取り付けられておりますけれども、今回こちらの項目の用品を組み込んだ形で、タミスペシャル新しいパッケージを出させていただきます。以前から、プレミアバージョンステージ2の方にですね、この LSD とフライホイールの方の組み込みをさせていただいておりましたけども、こういったところを、まあ、ベースとしながら加えてですね、まあ、まず社長大きな目玉というと、うん、ですね、皆さんも詳しい方はですねご存知でいらっしゃるとは思いますけども、この度ですね RE30 クラブスポーツがですね、まあ、新しく、まあ、今回強度をちょっと高めたっていうことをですね聞いておりまして、はい、ニューカラーになっております、はい、それからですね、あと設定が通常であるとですね、43のインセット、1本のみっていうことに、17インチの 7.5 ゼアですねなるんですけども、そこをちょっとのコラボレーションでですね、ピタッとスイフトスポーツ ZC32S に合う、まあ、インセットを特注設計ということでですね、はい、こちらを生産いたしましてこのパッケージに組み込むと、はい、いただいております。それからあと、LSD、 それからあとフライホイールに関してはですねうちの、ステージ2でですね、はい、採用しております。でまたパッドに対してもですね、ブレーキパッドに対しても採用させてはいただいてるんですけども、パッドに関してはですねストリートの L パッドとは違いまして、あと2ランク上のですねサーキットの温度帯まで対応する、はい、ブレーキパッドをですねグレードを上げて採用するという形です。はい、はい、それからあと、まあ、195ノーマルのですねタイヤに関してはやっぱりこれに見合った、まあ、グリップ力ということでこちらの方も変更いたしましてですね、まさにグレーツァの G2 タイヤをもう最初の新車時から組み込みをさせていただきます。2154017ですね、はい、はい、それからもう大きいものでいくともうこちらの、まあ、先日から広島の車庫帳を何度も何度も取り上げておりますけども、
プレミアムオーリンズ、こちらがなんと入っております、まあ、もちろんデモカーにもこちら入ってるんですけれども、新車のこのパッケージには車庫帳の方も一緒に組み込まれております。あと、まあ、補強パーツになりますけれども、こちらフロントロアサブフレームですね、こちらの方も一緒に組み込みをさせていただく形となっております。まあ、走りの際にですね、この剛性っていうのは非常に重要になってきますので、今までプレミアムバージョンにはこちら実は設定し組み込まれてなかったんですが、まあ、オプションという形でですね、後付けにはなってたんですけれども、今回はもう一番最初の初期の段階からこちらまで一緒に取り付けの方をさせていただきます。結構通販の方でもですね、そうですね、商品です、はい、あと、まあおなじみと言ってもいいと思うんですけれども、当社のスポーツ ECU、 こちらも一緒に組み込まれております。書き換えをしてですね、納車をさせていただくという形になっております。まあ、この項目に加えまして、さらにその他の装備ということで、まあ、以前から当社のプレミアムバージョンではですね、あの HID のフォグ、当社のフォグが一応組み込みをしていたんですけれども、今回はちょっと仕様を変えまして、 LED のフォグランプを取り付けさせていただいております。ただ明るさもですね、まあ、もちろん HID と比較してしまうと、まあ、若干というところはあるんですけれど もう色味も、まあ、私も実際にこの間つけてですね、確認したんですけれども、ものすごく明るいです。もうパッと見どっちがどっちかわからないっていうぐらいですね、明るさもありますのと、あと同じくホワイトマーカーポジション級ですね、こちらの方も LED のタイプのものに変更の方をさせていただいております。あと加えまして、室内のマットセットですね、フロアマットセットも当社のオリジナルのラゲッジマット付きのものを使用させていただきますのと、一番左、これが結構注目なんですけども、今までのプレミアムバージョン、まあ、R、 このエンブレムを左側ですね、スイフトスポーツというリアの左側にこうつけてたんですけれども、このもうこの仕様のお客様にのみ選択する権利がございまして、じゃじゃん、こちらゴールドバージョンがですねございます。まあもちろん、まあ、色の好み好き好きあるかと思いますので、このタミスペシャルをご契約いただいたお客様にはこのどちらかを、まあ、ご選択いただけるという形になっておりまして、通常の今まで通りのプレミアムバージョンのお客様に関してはこちらという形になるんですけれども、まあ社長大半の方はこちらに、そうですね多分なる、まあ、好みがあるんでね、そうですね、本当に実際カメラで見ていただくよりも実物の方がもう綺麗でかっこいいです、はい、これをつけてる車を街中で見かけたら、もうタミスペシャル一発で分かりますので、もうこちらの、まあ、今までのプレミアムバージョンの分ですよ、ステージ1だったり2だったりとかいろいろあるんですけど、タミスペシャル限定になってますので、これも一つ注目のところになってまいります。まあ今ざっくりとご説明させていただきましたのが、このタミスペシャルの特別仕様ということになっておりまして、もちろん新車ベースのディスチャージのヘッドライト付きというところをベースとして組み込みの方させていただいております。もちろんこちらの仕様になりますと CVT 車の設定はございません。マニュアルのみの設定となっておりますので、ご注意いただきたいと思います。ざっくり部品代だけで計算するといくらぐらいですか。ホイールとタイヤだけでも30万から40万ぐらい、価格が税抜き6万1000円なんでね。そうですね、うん、もうちょっと価格が、さん他の他社さんもそうですけど、上がってます。マルチネットですね、はい、コンピューターが9万円に消費税と、まあ、28万円で、まあ、個人とか言うと30万円近く車庫帳もかかってきますので、はい、まあ、ざっくり部品代だけで税抜き100万というと、税の機会ですね、あと税の 8%、はい、さらにですね、まあ、LSD なんか詳しい方はですね、ご存知かと思いますけど、ミッション脱着かかってきますし、あとオイルやですね、最小化のパーツ、まあ、そういったものも必要になってきますので、まあ、かなりの金額じゃないのかなっていうところですよね。そうですね、そうですね、じゃあ皆さんは価格ですかね、はい、気になるところと思いますけども、じゃん、こちら245万8000円税込みでご準備させていただいております。もうと引き算させてもらうとね、いやもうすごいお得
な金額になると思います、はい、分かっていただけると思います、はい、そうですね、はい、こちらの仕様になっておりますので、まあ見ていただいている方、今かなり興奮気味にヒートアップしていただいているかなと思うんですけど、これだけの仕様、まあ、本当にデモカーと同じようなですね、仕様でこの価格でご準備をさせていただいておりますので、ぜひご検討をお願いしたいと思います。そしてもう一つ、さらにあります。まだありますか、これがあります。まだ、はい、さらにですね、これ発売を記念いたしまして、はい、これちょっと条件がつくんですけども、まあ、3月末までにですね、はい、今年度最終登録ができる車両っていうところの条件にはなるんですけども、はい、いただいたお客様に対してはこちらの、はい、240万を切る、はい、239万8000円6万円お得です。ものすごくお得です、はい、なんとこの金額でご提供をさせていただきます、はい、3月末までの登録車両ですね、なっておりますので、もちろん3月以降もあの設定として あるんですけれども、この特別価格に関しては3月末までの、登録ができる車両という形の、まあ、条件を定めさせていただいております。まあ、私たちも楽しみな仕様だと思いますけれども、ね、もうびっくりしちゃったよ。もう社員がもう買っちゃった、社員なんか自分のダメなんですかってなんかそうですね、もう今となってはちょっとこっちに変更したいぐらいのところがありますけども、本当にお客様にとってもう得しかない仕様だと思いますので、ぜひよろしくお願いします。もしかしたらね、うちの秋吉が、はい、すごいすごいぐらい最近聞いてきてるので、まあ、もしかしたらっていったところだと思いますんで、はい、けどももしそうだったとしたら、まあ、お客様には、まあ、今ね吉田君の車なんかも市場でね、はい、来ていただいてますし、まあ、やはり乗っていただいてですね、ご納得いただいて、はい、お買い物をしていただくのがに越したことはないと思いますので、はい、まあ、そういうところで、気になる方はまたメールやお電話でですね、そうですね、お問い合わせの方をお待ちしたいと思います。お待ちしております、はい。